アジア杯準々決勝、日本代表12イラン代表、3日、アルラヤン。3大会ぶり5度目の優勝を狙った日本だったが、難敵イランの前に散った。日本が前半に森田のゴールで先制も、後半に追いつかれ1対1の試合終了間際に PK で勝ち越し点を奪われて敗れた。2大会ぶりに8強での終戦となった。 フィファランク21位の難敵、イランとベスト4をかけた一戦。お互い体をぶつけ合うガチンコ勝負は両者譲らなかった。日本は前半28分、左サイドから中央の上田にパスを出した森田が、そのまま駆け上がりボールを受け取って中央へ。ペナルティーエリアまで持ち込み、右足を振り抜くと、ボールは相手ゴールキーパーの右足に当たり、 そのままゴールへ吸い込まれた。MF 伊藤の離脱に加え、MF 機種が右ふくらはぎ肉離れと診断。チームに暗雲が漂うも森安監督は前日会見で、誰かがいなくなったら機能しないというチーム作りはしていない。全く心配はしていません、と強調していた。その言葉通り、機種に代わって出場した森田が先制団。 今大会初スタメンとなった FW 前田は何度もボールをカットし、献身的な守備が光った。日本は前半を1対0で折り返した。このまま逃げ切りたかったが後半10分、FW アズムンのパスに抜け出した FW もヘビにゴールを決められ同点。1次リーグから5試合連続失点となった。さらに18分。 ロングパスに抜け出したアズムンにゴールネットを揺らされるも、オフサイドディレイの適用でノーゴールに。その後もイランの猛攻をしのぐ我慢の時間が続いた。しかし、延長も覚悟の後半終了間際にゴール前で DF イタクラが相手を倒してしまい、TK の判定。これを冷静に決められた。直前に聖火街報道により、 主力の伊藤淳也が代表を離脱。最後まで共に戦うことを望んだチームにとって、ゼガヒでも勝ちたい試合だったが、これまで対戦成績が5分だった難敵に前に沈んだ。試合後、選手たちは呆然とピッチに立ち尽くした。チームを牽引してきた MF 遠藤は、今日に関してはイランの方が上だった。 アジアの戦いは難しいと改めて思い知らされた、と乾杯を認め、先生団の森田は PK の場面に、ああいう事故のような失点は今日のような試合で起こる可能性はあった。こういう難しい試合でボランチとしてゲームをもっとコントロールする力が必要になるかなと思う。自分の責任だと思う、と振り返った。 冨安もチャンスがあった中で決めきれず、そこから完全に相手に流れが渡った。良くない時の日本というか、ちょっと良くない時間帯に、シンプルにボールを失うとか、淡白なプレーになっていた。すべてが足りなかったんだと思う。まだまだ足りない、熱量だったり、ピッチ上での振る舞い含めてもっと戦わないといけない。 熱量の部分は今日の後半は特に感じることはできなかった。今日の負けがあったから強くなったと言えるようにならないといけない、と厳しい表情で振り返った。